こんばんは。レポ TV 北尾トロアワーのお時間です。はい、トロさん風邪ひいてますね。はい、もう引いてるんですよ大丈夫ですか？よくこんな格好でいられますね。まあね、大丈夫です。大丈夫ですか？パンプパンパンって。ちょっと頭頭痛ですか？あと頭痛とね、鼻とかちょっと鼻喉も少しなんですけど、はいはい、なんかぼーっとこうなんていうの、霞がぼーっと頭がもう働かないような感じですね。風ですね、それは。完全に風ですね、はい、やられちゃいました。はい、平松洋子さんの西荻ブックマークが終わってから急速に悪化したんですか？はい、その前の日に長野県に行ってたんですよ、安曇野に、ね。はい、ああ、はい。安曇野に行って、うん、なんか農業体験みたいなことをしましてですね、はい、昼間、はい。寒かったの。あ、寒いなと思ったんだけど、うん、しかもこう終わってからそのまま外で、うん、なんていうかな、収穫したものを米取って食うみたいな。ああ、最高じゃないですか。うん、最高なんだけど寒いんだよ。はい、で俺は焚き火のそばでじーっとしながらね、うんうん、まあ、焚き火をするぐらいですから寒いんです。みんなも寒かったですから、うん、それで泊まって多分引いちゃったんだよね。で帰ってきて、うん、帰ってきてそのまんまもう西荻ブックマークで、はい、で打ち上げをやってる途中からブルンブルン来てですね、うん、これは まずいなってもう分かるぐらいな感じで、はい、みんないつまでそんなにもう帰ろうよぐらいな感じで勝手ですねそんなこと言えないんで、うん、あーとか言ってる間にもうちょっとこれ終わったんですけど、終わって12時前ぐらいに、うん、これで電車乗ってほらもう終電なかったりしてタクシー待ちとかになっちゃうとこれはもうやばいっつって、もうここの事務所に戻ってきて寝袋で寝てですね。あ、またそれは良くなかったみたいで。良くないね。良くない。どう考えてもどう考えても良くないですね。それで昨日からドヨーンですよ。うん、まあでもが元気出して、はい、レポ TV ですから元気出してレポ TV 今日は月に一度の発送日なんですよね。そうですね。だちびレポの発送を今日昼間やって、まあ、今日は収録なんですけど、はい、なんとみんな帰りやがった。帰ったね。まあ、そもそも人数少なかったんですよ。今日はですね、はい、なんですけどみんな帰っちゃって、うん、いつもの2人でお送りしますそうだよね。これ初めてですよ発送日。先月はもう大量出演だったから、はいはいはい、うん、あれでねちょっとみんな、うん、ちょっとやばいって思ったかもう小沼くんとか来ない、ね、もう連絡もないあれ以来みんな来てよっていう感じですね、うん、本当にね。そうですね、みんなどうしてるんですか？もう原稿も レポ本社次のね原稿集まってるんですか？僕はまだ微対値書いてませんけどいやでも取材はもう済んだ。取材は、はい、ぼちぼち集まってきてますよ。原稿次の号は、はい、何が、あ、次の号はこれが売りだみたいな。次の号もまた特集があるんですけど、はいはいはい、まあ、レポが選ぶ、うん、面白いノンフィクションに賞をあげようということですね。まあ、特集を組むわけですよ。賞、はい、をあげるのはまあ年末ぐらいにしたいなと思ったんですけどね、うんうん、やるよっていう やるよっていう告知と、はい、どんな賞なんだっていうその中身と、うん、まあ、そういうことでちょっと特集作ってみようということで、うん、はいはい、まだ賞の名前が決まってないんですよね。犬屋賞っていうのがね候補に上がってるんですよね。あ、はい、まあ、親賞に点をつけて大家の王っていう字に上にちょんとつけて、犬屋は犬タンクね、うん、大家総一ですね、はい、大家ノンフィクション賞に。そうですね、犬屋賞はどうかと。どうかとちょっと犬夜叉にも似てるんですけどねホラーな感じですかね、はい、まあね、だから犬夜叉になるかもしれません。まああんまりこだわってないっていうかさ、まあ、茶川賞にみたいな感じですよね。そうです、茶川賞はね、はい、まあ、この前座談会みたいな定なんていうの、ああいうの定談っていうのかなはい、定談 3人でやるのは新物村が持ってやったんですけど、はいはい、まあそこでやっとカツカツ出たのが犬夜叉ですよでもその前俺もう1ヶ月くらい前からなんかないかなって考えてるわけですけど、うんうん、僕も考えてますけど出ませんね。ババーンってくるのが、はい、出ないってことは、うん、なかなかもう出ないからあんまりもうこだわっても、うん、こう良くないんじゃないかと、
いうことで、うん、まあ犬屋賞になりそうですね。犬屋賞になりそうなんですか。犬屋賞、少しね、はい、なんか引っかかるところがあるんですけど、ちょっとね、うん、なんかこう安易っていうか、なんかこう、まあ、ちょっと安易って言われればもうその通り、みたいな。そうなんですよ。トンチも聞いてないしね。はい、聞いてないですね。ちょっと恥ずかしいなっていうのはあるんですけど、まあ慣れるかなって。犬や犬やって言ってればなんかこう、はい、慣れるもんじゃないかなということでですね、うん、はい、あんまりそういうことよりも中身で、うん、行きたいなっていう、もう締め切りもありますから。まあでも犬や賞じゃないかもしれませんよ。急に思いつく。蓋を開けてみないと分かりませんからね、うん、本当に、まあ、まあそういう、そういう感じですか。そうですよ、うん、だから初の特集が山田うどんだったんですけど、はい、早くもまた大掛かりなの企画が、まあ、ちょっと特集は面白いってことになってきたしね。そうそう、特集がいいな。特にあの山田うどん特集号は売れ行きも素晴らしいし、なかなかやっぱ特集の楽しさが、で特集ってやっぱり、うん、雑誌をこうなんかこう活気づけるなっていうね。なるほどっていう感じですね。だからみんな特集するんだ。そうだったんだみんなはってね。そうそうそう、やっぱりこう一番こう、はい、うん、色も出るしね、はいはい、なかなか、まあ、次も特集があります。で、あとは、うん、8号っていうのはまあ丸2年になるわけですけど、創刊号から、連載をしてきた早川麻衣さんの連載がいよいよ大演壇というか、最終回を迎える、はい、それから、2号目からかな、あのやっぱり連載をしていただいた菅松恋の PTA の、うん、ある日うっかり PTA も、はい、これも最終回を迎えるということで、はい、割とこう始まりそして終わり、あ逆か、終わって始まるみたいな、そういうタイミングの節目を迎えるということですね。そこにこう割り込むように、新人も入ってきてますんで、うん、なかなか面白いことになるんじゃないですかね。やっぱ最終回って力入りますからね、原稿も。まあそうですね、はい、そういうことでお楽しみにしていただけたと、うん、来月はもう発送ですから、うん、はい、そうですか。あのみんなあのメルレポがね、本当に落ちないメルレポ、はい、原稿が落ちない1回だけですから、ね、1回落ちましたね、あの、あいつが、島が落ちましたね、はいはいはい、島ブロ君がね、1回落ちたら、はい、ぐらいでしょ、第2期は優秀ですね、みんな優秀ですよ、はい、あの日高さんの、はい、日高友紀さんの、うん、この文鳥の話はちょっとちょっとグッときたね、グッときたね、なんか泣きそうな文鳥の凛とした感じというか、そうだ、その母性がね、まあの、まあ、文鳥が亡くなったとこの、うんうん、最後締めのとこはすごくよかったよかった、いい原稿でね、朝から泣かせやがってこいつってなかなか良かったですよね。あのあとあれですね、あのさりげなくね、こう、はい、漱石とかさ、はいはい、そういうの額のあるところをね、ペロッとね、額のあるところをね、そうそうですね、そうですね、なかなか良かった、いや調子のいい連載ですよ、調子のいい連載です、なんか粒揃いですよ、今回バラエティもあるしね、うん、僕中島東子もすごい好き、あ東子さん、中島東子の漫画のやつ、漫画俺は最近読んでねえの、読んでないですか。ま、評論の原稿は割と筆が、なんていうの、こうあれはだから危険だと思うけどね、俺は分かんないけど、俺漫画詳しくないから分かんないけど、危険って、いやだから、いや本当にが、いいものを書いていかないとね、ちゃんと読んで、まあ読んで書いてる、書いていらっしゃると思うんですけど、どういうことですか、危険っていうのは。いや危険っていうか、やっぱこう本当にこう、やっぱりこう読む人も、うん、を読むよみたいな場合があるわけじゃないですか、まあ、書評みたいなもんじゃないですか、書評とは違うのかな、わかんない、まあまあ、批評みたいなところだから、はいはい、やっぱこう気合い入れて書いていかないとね、うん、まあ気合入ってるんですけどね、はい、はい、いやでも、いや相当な漫画フリークで、うん、あのなんていうの、なんていうの、そう、危険な、危険いやいや危険はないですよ、別に読む側は全然危険ないですけど、はい、うん、なんかいやものすごい皮膚感覚で、まあ、好きだということについて、うん、割とまあなんか
基本的には筆がすごい走ってる感じで、はいはいはい、あこうなんか評論っぽい文章だとなんか文章生き生きするなっていうさ、あそうかそうか、そっちの方に向いてるのかもね。でね、うん、うん、なんかすごい別に全然全然あれですね、なんか普通の雑誌とかに載ってても、うんうん、あ全然全然ありな感じで、遜色はないですよね。今城隆史来やがったね。あそうですね、うん、はい、それでまだ読んでないんですよ、はい、僕 今までの人何にも分かんなかったんですけど、はいはいはい、今城隆史大好きなんで、はい、ちょっと後で読もうと思って、はい、うん、なんか言いたくなっちゃうかもしれないなとそうですか、はい、まあそんなね、うん、感じですか、はいはい、僕はね、はい、土曜日かな、土曜日ですね土曜日に、うん、埼玉スタジアムに行ったんですよ。はいはいはい、埼玉スタジアム来たね。そういえば埼玉スタジアムに、うん、まあ、山田うどんが、うん、出店していまして、はい、まあ、看板も出てるんですけど、うん、浦和レッズのゴール裏のちょっと横っちょのところに、うん、大きな山田うどんの看板があるんですけど、うん、カラーリングが、はい、普通の山田うどんってあの 赤と黄色ですよね。でその赤も、うん、山田うどんの赤っていうのは割とこう朱色の入った黄色の入った、あ、はいはい、赤に黄色混ぜた感じの、はいはいはい、そういうあったかい感じの色なんですけど、浦和レッズの赤っていうかレッズの真っ赤だね。ね、ちょっとブルー入ったっていうか紺色入ったみたいの、うん、なちょっとなんていうかこう冷たい系の赤なんですよ。あ、そうなのか、はいはい、でそれに色を変えてあってさ、ちゃんとレッズカラーリングになった、なるほどなるほど、あの看板があったり、で僕に、入り口1階のコンコースかな、うん、2階っていう扱いになるのかな、分かんないけど、の山田うどんにちゃんと並んで行ったんですけど、うんうん、いやうどんはね、まあたぬきとかきつねとかあるんですけど、丼物も結構あったりして。大変な人気です。大変な人気。大変な行列。あれ行列ですか。こうわーっと人がいる。全部行列。行列です。あ、そうなのか。行列です。それで僕はまあ記者席にうどん持ち帰って、きつねうどん持ち帰って食べたんですけど、うんうん、山田うどん史上一番うまかった。うん、ああ、やっぱ暖かさがこう。まず寒かった。割と風の強い日で寒かった。うん、夕方ぐらいの試合で寒かったのもあるんですけど。うんうん、あとやっぱり外で食べる美味しさですか。そうか、はいはいはい、はい、そうそうね、うまいっていう感じで、うん、食べてましたけどね。あ、そう、はい、じゃあ山田うどんはやっぱりこうここに あそこでもあるんでしょ、スーパーアリーナだっけ、埼玉スーパーアリーナ。あ、そうなんですか。じゃなかったかな。僕はサッカー関係でいうと川崎フロンターレの轟競技場にも出店するんですけど、割とやっぱり要所要所を抑えて、はい、うん、まあでも愛されてました、やっぱり。まあレッズはさ、はい、埼玉のチームなんで、うんうんうん、まあさね、主に埼玉県民だけじゃないけど、うん、埼玉県民のファンが多い、サポーターが多いわけですけど、うんうん、やっぱ山田愛されてるなっていうね、そうだよね、感をね、そうだよね、強くしましたね。そうかそうか、はい、なるほどね、はい、そして僕たち、はい、昨日はい、山田うどんから、はい、ものすごいものが届きましたね、はい、届きましたね。びっくりしました。僕もびっくりしました。僕がね、ちょうど昨日、まあ、来たんですけど、はい、事務所来たらちょうど宅急便の人が引き上げるところだったんですよ、うん、不在票を置いて、うんうん、そして「ああ」とか言って、うん、もらいますよっつって外でどっからとか確認せずに外でもとにかくもらって、かなり大きな小包ですよね。そうそうそう、でサインだけして段ボールもらって、はい、冷凍小包が届いたんです、僕たち2人のところに。山田うどんからね、はい、これあ、なんか持ってきましたね。まあ中に、箱の中にこういう、まあ、冷凍 の、これはまあうどん、あ、チャーシュー麺ですね、これはね、これチャーシュー麺ですね、これチャーシュー麺ですね、とかだから、うどん、冷やし中華、きのこうどん、チャーシュー麺、きのこ、ね、チャーシュー麺、ラーメンっていうのもある。はい、はい、ラーメンもありました。うどんもさ、なんかこう、なんていうブランドでしたっけ、なんか高級なうどんなのよ。なんかね、中の、はい、普通の山田じゃないですよね。まあね。で、冷蔵庫入りきらない、冷凍庫に入れなきゃなんないじゃん。入りきれないよ、あれ。いや、ほんとに。いや、もうちょっと、えらい、すごい。
うわーってすぐあのトロさんに電話したりメールしたりしたんですけど連絡取れなくて、その頃風邪でダウンしてたんだと思うんですけど、寝てました、はいはい、まあそういうね、熱だけど事務所の冷凍庫にはとても入りきれないんで、うん、まあ家に持って、はいはい、家に連絡して、はい、冷凍庫の空きは今どれぐらいあるって、はい、そうですよね、割と大きめのパックが、うちはね、かみさんが今ね、うん、今週の木曜までずっと伊豆に行ってるんですよ、伊豆に遊びに行って、遊びに行ってるんですよ、うん、で冷凍庫に入もう入らないわけですよ、これはどうしたらいいんだみたいなメール、早速メール打ったりして、うんうん、食べるんだねみたいなもう作ったもん俺、早速、まあしばらく一人暮らしなんで、はいはいはい、まあ、ちょうどいいといえばちょうどいい、最初に何から行ったの、まずチャーシュー麺ですね、チャーシュー麺、チャーシュー麺冷やし中華、まあうどんはほら食べているので、うん、ちょっとどうでした、そういうな、なかなかうまい、なかなかうまい、あ本当、はいはい、ほう、はい、ちょっとそろそろ今晩ぐらいからうどんに入ろうかなって、もう山田尽くしじゃないですか、まあだって今一人暮らしだからさ木曜まではだからそれは、まあ、まあちょうどいいといえばちょうどいい、そうですね、はい、どんどん食べて、はい、まあそんな、いやでもさ、はい、ちょっと心苦しいですよね本当に、そうですよ、なんかそんなね送ってもらったりしてさ、はい、しかも藤原さんからでした、はい、確か藤原さんが発送してます、はいはいはい、藤原さんからっていうか社長お手紙ついてたじゃないですかいや社長から社長からですよあれは、社長から来たんですけど、発送したのは、藤原さん、美人秘書の藤原さんが、確かに、これが榎戸さんが藤原さんで俺が高橋さんだったらショックですからここまで分けるのかって思うわけですおおっと、あ、はい、よかったよかったと思ったわけです。そんなの高橋さんを苦にしないでくださいよ。高橋さんは苦にしてないですけど、はい、なんとなくさ、はい、面白くないわけですよ。そうですいやいや本当に、いやそしてね、恐縮しちゃいましたね。山田うどん絡みで報告すると、はい、そのブックマーク、はい、ブックマークなんですけど、はい、まあ、平松陽子さんを迎えしてですね、はいはい、あ、なかなか面白かったんですけど、はいはい、あのその後半、まあ、最後の方でですね、ちょっと、山田うどんの話を持ち出したんですけど、ラスト10分ぐらいですか、はい、あの唐突に話題が変わるんですけど、うん、あの山田うどんっていうのがありましてですね、まあ、つまり会場は平松陽子ファンですよ、いや基本的にはね、まあ100人弱ぐらいかな、お客さん来たんですけど、はいはい、普通ね、あのこれまで西荻ブックマークのイベントっていうのは、うん、だいたい100席、まあ、ここ空いてる状態だと、うん、最初真ん中ぐらいから席が埋まり、うん、やや後ろが埋まり、はい、最前列が空いたりして、まあ、前行ってくださいとか、まあ、遠慮するよね、もう違うんですよ、前から埋まっていく感じですよ、で同じ人だらけ、はいはい、だからもうなんか最初はすっごいやりにくくてこうな、平松さんどういうイメージなのか知らないですけど、平松さん素敵ねっていうような感じの、うん、だからもうまあ、なんかでもあれですね、僕の知り合いなんかでも、はい、平松さんに影響を受けて、はい、こういう食器を買ったとか、なんだこう鉄器、鉄瓶みたいなああいうのを買ったとか、南部鉄瓶ね、そう、うんうん、そういう人とか、うん、まあ、そういう、だから本当に人気あるんですね、そう人気あるんですよ、はい、でまあ話してて、でそのこう、まあ、最後の方でね、そうだと思って、うん、あの山田うどん、まあ、客は知らなくてもいいやと思って、はい、山田うどんの話、はい、それはその、打ち合わせの時にいつか話したかもしれませんけど、うん、山田うどんの話を平松さんにもしたところ、うん、あのじゃ あの一応食べてみるわみたいな好感触だったということはもうお伝えしたと思うんですけど、でまあそういうことがあったんですよと、はい、みたいなところで、まあ、ちょっと軽く笑いでも取ってラストスパートかなと思ってたら、平松さんがそこで、うん、あ、私行きましたって、えっうわそんなにいやいや俺もわって言いましたよ、はい、そこから急に平松くんって言い出したから、俺平松くん行ったんだ、どこ店に行ったんですか、いや、ね、多分僕が行くと立川、だから僕が行ってるとこかもしれないですけど、立川何店舗かあるんですけど、はい、五日市街道ずっと行って、うん、連れ合いと一緒に車で行ったと、はいはい、あ、そうですかって、はい、ちょっとドキドキしてきてさ、はい、予想外のことで、はい、で、どうでしたって言ったら、うん、これが良かったんですよ、
まず入ったところ、はい、正面にカウンター席、このくの字型っていうか、うん、こういう U 字型かな、はいはい、そして、右に、テーブル席、うん、左に畳お座敷席、うんうん、あるじゃないですか、ね、座敷が、うん、まあそれにちょっと驚いたみたいで、座敷がある、まあはい、あこれかと、うんはい、この3ピースが山田なんだと思って、うんうん、まあじゃあまあとにかく食べようと、はい、何をお食べになったんでしょう。何だと思いますか。逆にセットですか。鋭いですね。平松陽子セット行きました。セット行きました、はい、パンチセットぐらい行ったんじゃないですか。違います。違いますか、がっつり系ですか。なんかもっと王道中の王道行ってます。え、かき揚げ丼セットとかですか。カツ丼セット。カツ丼セットですか。あ、俺が最も愛するカツ丼セットを行ったらしい、はい、行きましたね。行ったんですよ、男の俺だってこうちょっとうーっとなる、はい、そこにまあいろいろ春巡というかね、まあ、メニューを見て、うん、最初はうどんかなって思ったんだけど、はい、いやちょっと待てと、うん、このセットメニューの充実ぶりを見ると、うん、どうも山田というのはセットが人気なんだろうと、はい、まあいろいろ考えたあげく、はい、もう行くしかないと思って、うん、カツ丼セットを頼んで、はい、うどんが出てきた、はい、でまた俺はドキドキしてきて、うん、でどうでしたって言ったら、うん、もう出てきただけで分かったんですけど、うん、うどんに対する愛情を感じて、もうそれだけでもう山田はいいな、もう食べる前にうどんを愛してるところだなっていうのが分かったらしいんですよ。あざす。そして食べたら、はい、このもちもちと、うんうん、あの人倉敷の人なんで、うんうん、もちもち系の優しい味で、うんうん、美味しいという、 こう感想なんですよ。はい、あそれはちょっと俺はね、うん、平松くんって、はい、ただね、ダメ出しも出ました、はい、ご飯がなってない、はい、これは僕たちのね、うん、感想にはなかったことなんです。なるほど、あーと思って、はい、お米への愛が足りない。あセットメニューって言って、まあ、うどん屋さんだからうどん分かるんですけども、うん、あれだけセットメニューで、うん、お米も愛してほしいと、うん、お米は美味しくなかった、うん、という、まあ、ことですね、はい、まあ、愛のあるダメ出しというかですね、うん、そういう感じで盛り上がってですね、もう山田の話、ちょうどね僕会場のお客さんはどういう反応なんですか。最初ちょっと今日疲れた感じだったですよね、はい、山田みたいな感じだったんですけど、はい、まあ、だんだんとざわざわっていうかこの、うん、はい、はい、俺がドキドキしてるのも伝わって山田さんがこう美味しいとかね、はい、あの美味しいっていうかあの人がいいのは味にいかなかったですね。ほとんど俺が聞いたから美味しかったとかね、うん、言っただけで、その前にもうすでに山田 OK っていう感じなんですよ、うん、あこういうことなんだねっていうことで、うん、そしたらね、はい、こう後ろにこういう感じで西荻ブックマークっていうのをバーンとでっかいの貼ってあったんですけど、うん、でこうやって2人で山田山田って5分ぐらい言ってたんですけど、そしたらこの貼ってあるのがねメラメラメラっと剥げてボトーンと落ちたんですよ、はい、山田が来てる、山田が喜んでるっつって何ですか山田うどんってその時あと回転、その時何回転看板のことも絶賛してたよ。あ、そうですか。なんか宇宙人がこう降りてきたみたいな感じ、うん、そうでしょ、うん、そうそうそう、そういうふうに見えた、うんうん、俺はもう原稿発注しました、はい、もう川瀬のやつね、はいはいはい、ぜひあの書いてください、うんうん、喜んでやります、はい、まあ、そういうことがあってですね、うん、まあ相当な、はい、見方を得ましたね見方を得ました、はい、そうですね、まあ、ああいうあの方が、うん、こう認める。まあでもすごい本質をさすが平松陽子さん。そうそうそう、そうだと思った。本質をね、うん、ついてる。これはこうどこと比べてうまいだのまずいだの言ったってしょうがねえっていうかさ、うん、あともう一個いいのはですね、はい、なんか平松さんもそこからちょっと乗っちゃって、うん、実はその讃岐うどんがこれだけもてはやされている風潮に疑問を感じると、うん、はい、おっしゃる同志ですね本当に、はい、まさに同志。そう、はい、
いや、讃岐うどんがいけないって言ってるんじゃないんですよ、僕たち。同じです、はい、同じです、はいはい。そうじゃなくて、うん、あれこそがうどんだみたいなこととか、うんうん、あの、硬ければいいんだ、なんかね、コシがあればいいんだみたいなことは、うん、こう、ちょっと違うのではないかと。調子に乗ってるんじゃないか、うん。いや、あのね、この間、撮影で、はい、切ったカメラマンの人が香川県の人で、うん、香川県出身の人がカメラマンさんで、うん、そのまあ撮影僕の写真撮ってもらったりして、うん、しばらく終わって、うん、ちょっと喫茶店で話してる時に、うん、どこ出身なんですかっていう話になって香川って、うん、いやあの、うん、いや讃岐うどんについて、まあ、ものすごいもうなんか讃岐うどんかなり、うん、もうなんていうのかなの中心地あそうなんですみたいな、はいはい、とこの人で。うんだから本当にあの町内子供の頃からもう、うん、そうそう、うん、子供の頃から町内に普通の民家に見えるようなとこが、うんはいはいはい、うどん屋さんだというふうな、はいはい、そういうこう環境の中で、そこなんか何町って言ったかなすごい有名なとこらしいんですけど、うん、その人が言ってたのは、うん、あのいや僕はねだから腰を強調するのはすごい讃岐うどんのすごいあれだけど、うんうんうんあんなにかあんなでしたっけ、うん、っていう話をしたら、うん、いやそうなんですよっていうやっぱり、うん、もあのちょっと今みんながそっちに行って調子に乗ってるというような、うん、あのもともとまあその腰があるというのはもともと例えば関西の大阪のね、うん、関西うどんと比べて腰があるってよく言われることなんだけど、うんはいはい、でもこんなじゃなかったあやっぱりっていう話を、はいはいはい、と思うんだっていう、うん、だから子供の頃食べたうどんはもっとあのなんかあの優しい感じだったっていうような話をね、うん、あのしていて、うん、そのつまり香川県の人もそうなんだなっていうやっぱりね、うん、そうだと思うんだよなうんまあね、まあ、どっかからこう求められるのに応じて、うん、こうなんていうんですか、うん、そう芸風みたいになっちゃったっていうか芸風っていうかねあのさ、はい、物を食べ物の話でね、うん、ねこれねオレンジページの編集長の人とがね僕連載やってるんで、うん、話をして、うん、まあなんかあの例えば褒められレシピとかさ、うん、褒められレシピとかさ、うん、まああの女性誌だと褒められ服とかそういう言い方とか あるのね、うん、そのなんか美味しいねって言われたりさ可愛いねって言われたりするのがまあその嬉しいっていうさ、うんはい、なんかそういうものに、ま、いろんな見出しの付け方みたいな話になったのね、うんうん、それで肉を取り上げるとき、はい、柔らかいっていうことを言うとすごくやっぱりみんな訴求力あるんだってだ肉はその味が美味しいとか、うんうんうん、そうじゃなくて味がなんで切れるみたいなとかそうそうそうなんかその溶けちゃいそうみたいなさ、はいはいはい、なんかそういうなんかその柔らかいということに、うん、が美味しさを喚起するっていうね、うん、だからそのうどんのそのコシがあるコシがないとか、うん、そうなんですけどやわい硬いとかさ、うんうん、あの弾力があるとかさ、はいはい、そこにものすごく僕たち、うん、割となんか物差しを持ってて、うん、味よりかまあ多分その食感を楽しむような感じっていうんですかね、はいはいはい、だからそれはなんかすごく多分あるんですよねその日本人の味覚だからあの外国で肉のことを言うときに、うん、あのレアかどうかとか、うん、その焼き加減、ね、焼き加減とかそういう話はあるけど、うんうん、あのこんなに柔らかさについて問題にされることはないんだという話になったりしてさ、うんうん、柔らかい肉っていうともいい肉で美味しい肉でっていうさ、はい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 、ようなね、うん、そのなんかありますね今多分イメージもあると思うし、うん、あるねうどんはだから今それで言うとやや硬めの腰があってツルツルっていうこの2つが人気があるわけでねまあそれもわかるけどね、うん、僕はもう文化放送でこの間この間、はいまあ、うどん話したんですけどそれからあの割と僕のとこにメールボックスにどんどんいろんな文化放送リスナーからうどん情報が寄せられるようになっていておそうですか例えば桐生の人から群馬県はうどんどころなうどんまあ粉そうです、ねね、文化だと、うんうん、でちょっと一度ぜひ来てくれっていう話なんですけど、はいはい、あのこう住民単位っていうか あたりの人数あたりのうどん屋の数は、うんうん、あの
香川県をしのぐという群馬県、はい、そういう話とかね。なるほど ねだからそのねだからまあ、つまり、まあ、僕たちよく言ってますけど、うん、まあ、別に讃岐うどんがダメだって言ってるわけじゃない、うん、まあ、おいしくいただきますけれども、うどん県とかね、はい、うどんどころはいっぱいあるんだっていうことなんですよ。そうそうそう、はい、それを言ったら埼玉県の山田うどん県ですかね。山田うどん、山田うどん県ですかと言わないけどね。言わないよ言わないそんなことは言いませんけどまあいろいろいや、いろいろあるところがうどんの面白いところなんですよ、うん、だからあの見方を変えてみると、うん、日本はさ、その米の国だと、はい、ね、まあその米の米食というかさ、うん、稲穂の美しいさ、はい、あの、うん、国だというさことは、そのまま一つ絶対あるんですが、米ばかりにみんなイメージがいってるけども、そうです、ね、この粉食というか、その小麦ね、小麦ね、うん、これも古くからあ、まあ、ちゃんとあって、うん、伝統として。そうです、そうです。っていうことですよね。うん、だからそれがあの戦前までね、はい、あの気候風土に合った小麦を、うん、あの各地で作って、そこからうどんを打ってたので、うん、やっぱりこう、味も違えば、うん、ね、水分含有量も違うとか、うん、それに適した、うん、まあちょっとやばやばのものだったり、いろいろこうあって、バラエティがあったわけですよ。で、戦後このアメリカのですね、はい、あのちょっと国策でですね、はい、小麦を輸入することになって、うんうんうん、そのぐちゃぐちゃになっていくわけですよ、うん、そこがね、小麦農家食えなくなって、はいはいはい、安く輸入してパン、給食はパンで、はい、とかね、うどん大打撃ですよね。大打撃だったんですよ、ね、それでみんな転換していって、うんうん、あの今やなかなかね、うん、あの地元の小麦でっていうところは、まあ、うどん界の黒船来襲と言われた事件ですよね。そうです、それはね、これはもう大事、まあ、そうやって言い換える必要ないけどまあね、そうですよね、大事件ですよ、大事件ですよね。ローカル食が、うん、そうだ、そのだから、まあ、よくさ、あのそういう話になるけど、うん、あの戦後の給食のね、普及っていうのも、はいはい、だからそのだから終戦直後とかでいう、なんかで言うと、アメリカは小麦が余っていて、そう、それをまあ日本に売りつけるっていうか、まあような形になっていくわけだけど、うん、であの戦後の給食で、なんで僕たちはパン、コッペパンと、コッペパンと鍋物みたいなさ、そうそうなんですよ、全然合わねえだろうみたいな、こういうああいうことになってたのかっていうと、まあ今でこそお米ね、ご飯の給食になったりしてますけど、うんうんうん、全然合わない2つをね、なんでかっていうと、まあそういう理由があったのではないかという、ああそうですね、もう完全にそうじゃないですか、ね、よく言いますよね、美味しくもなかったしね、うん、僕らなんかは江戸家さんもそう、あの脱脂粉乳のあのミルク、僕ね、うん、あの特に義務教育機関はね、はい、地方じゃないですか、脱脂粉乳じゃないんですよ。いや俺特に僕最初スタート、小学校の入学のスタート北海道ですから、そりゃそうだね、北海道だね、はい、でも久留米とかの時は、久留米の時も脱脂粉乳じゃないですね、もうね、あ、じゃあ切り替えの時かな、俺もモロなんです、博多で、あ、はい、脱脂粉乳で本当に飲めなくて、はい、うん、で僕そうかもしれないね、本当に1年2年の違いで、はい、そこは脱脂粉乳が週に4日で、普通の牛乳が1日とか、徐々にこう変わっていった時期なんで、そこであれかな、違うのかもしれないけどな、うん、まあ、あとあれですよ、本当にあのちょっと県が違ったり市が違ったりすると全然違いますからね、うん、そんな事情はね、そうかそうか、そう、子供心にも本当に疑問で、パン食って、パンとクジラと、パンとクジラの竜田揚げそう合わねえよこれ春雨の酢の物とパンとかねそう全然合わない、ね、またクジラだって、はい、もう小学校の時、はい、そんな感じだったんですよ、うん、給食好きでした、うん、いや、あんま好きじゃなかった、好きじゃなかったですか、うん、給食僕はもうやたらとパンを落とす子でね、下にあ、そう、焼きに行っていいんですよ、ストーブかなんかでこうストーブでとか、うん、あのなんか用務員さんのとこまで持って行って、はいはい、すいません、パン落としちゃいましたって、まあなんか消毒ですか、はいはい、
ちょっとね、あの、やっぱり焼いた方がうまいに決まってんじゃないですか。うん、もう俺は本当に落としてたね、パンを。あ、もう、いけねえなんつってね。落としてました。俺でも、なんかもうコッペパンっていうか食パンみたいなのがなんか配られてて。はいはい。普通にこう、なんかちっこいバターみたいなね、うん、曲がりみたいなのがあって、はいはい、そんな、なんかあんまり覚えてないな、給食、うん、で、たまにその、フルーツ、コーヒー牛乳じゃないや、フルーツ牛乳みたいな日があった、はいはい、それは楽しみにしてたんですよ、フルーツ牛乳 ね、はい、でもフルーツ牛乳にめぐみる、メルミルク、メルミルメイ ミルメイク、あ、そうだ、ミルメイク、僕らより下の世代はミルメイク、牛、なんか牛乳に、はい、いちご味とかそういうなんか結構かき混ぜて、ええっていうのが、そんなの、もう給食というとミルメイク、何そのミルクになんか甘くなるわけですよ、へえ、それもらったりして、うちしばらくそれもらったのをミルメイクやってましたけど、ああ一回もないですねそれは、まあなかなかうまい、まあチープ味なんですけど、なかなか、あの捨てがたい魅力のある、あ、もうみんなだから給食ってこれで盛り上がる世代がっていうか、ちょっとしたの、あ、本当いますね、まあ本当あれみんな残してたからね、とにかくね、はは、うん、そうかそうか、牛乳ね、うん、釧路の北海道のね、うん、牛乳ね、どえりゃうまいんですよ、あ、そうだろうな、っていうぐらい、ちょっと僕だその前は群馬の高崎にいたんですけど、うん、引っ越してびっくりしたんですけど、めっちゃ濃くて、濃いよね、あらーみたいな感じでびっくりしましたね、あの北海道の給食、うん、今の給食はすごいよ、でも、はい、もうなんかあの何、まあ、カレーとかも当たり前、カレーとなんとか、なんですよ、なんですか、なんですよ、はい、あとなんか二十歳過ぎてましたね、初めて食べたの僕たち、そう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 、これがなんかみたいな感じでしょ、はいはい、でけーなのみたいな、なんとか、はい、なんか辛くないチョリソって何なんだそれみたいなやつがあったり、はい、なんかすごいバラエティーなんですよ、だから給食がみんな好きで、子供って給食で要するになんかこうご機嫌取ってるみたいなとこあります、給食でご機嫌取ってる学校行く気になるっていう、ああ給食のおばさんっていう人たちに注目したことありますか、うん、注目ですか、はい、あんまりないです、ね、ないですか、僕は特に久留米の、うん、給食作ってるとこが、うん、あの今みたいにこうなんかどっかで調理したのが運ばれてくるっていうんじゃなくて、自前でね、学校の中にあったんですよ、うん、でまあだから巨大な釜があるわけだ、うんうん、でなんかもうあの地獄の釜みたいなイメージですよ、この子供心に、うん、でこんな感じで、うんうん、こんな感じでやってるんですよ、でおばちゃんがね、うん、おばちゃんがなんかしこう白いの着て、うん、頭もこう白いの、あ、それはもうショーだよね、すごいんだよ、うんうん、それは時々僕はあのこう覗きに行ってこう見に行ってね、はいはいはい、なんかいや、うちの子供の行ってる学校は、はい、それなんですよ、おばちゃんいるんですよ、おばちゃんいるんですか、全部自前で作るのが売りなんですよ、はいはい、だから子供は結構やっぱあれがすごい収入がいいっていう話知ってます、収入っておばちゃんの、おばちゃんの収入、あ、そうなの、おばちゃんの収入すごくいい、おあと学校の用務員さんって言うでしょ、はい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 、用務員さんね、ええ、収入いいんですよ、用務員さんいいんですか、いいです、嫁さんはでも最近はあれじゃないの、シルバーセンターとかそういう感じじゃないですかね、ああちょっと最近のあれ分かんないんですけど、うんうん、あの一回僕新聞の記事で読んでびっくりしたんですけど、うん、あの給食のおばちゃんって、うんうん、とかは、うん、あとなんかね、もともとはあのなんか戦争未亡人の働き口としてスタートしたんだって、ね、はいはいはい、まあそのコミュニティの中で、うんうんうん、そういうまあ働き手を失った兵隊さんに取られて、ね、食べさせようということで始まったらしいんですけど、うん、このご時世で、年収確かね、その僕見た記事で言うと、うん、年収800万円、ほうで、やめられまへんな、用務員さんと給食のおばちゃんとかのカップルがいたとするじゃないですか、うん、1600万円もうこれですよ、そうですね、もうこれ家ち帰ったらお母さん家ち帰ったらブランデーですよ、くゆらせて
明日の給食のメニュー何みたいなね。俺明日あの泊まりだからで、あの出かける時だけなんかこうなんかつましい感じの黒猫山とか来ましたね。すごいです。それ学校の先生より高級取りじゃないですか。そうなるとね、そういうことになりかねない。あ、つまりそれはそうか、学校公務員というよりはそこのなんかこう協会じゃないけどそういう組織があって、まあでも一応公務員、なんか公務員的な扱いなんじゃないですかね。でそれはどうなのかっていうことで問題になったりして、ちょっと上げすぎじゃない、うん、みたいなことになったりね。でだからあの給食のおばさんって簡単になれないんですよ。なるほどね。すごい欠員がまず出ないし、そのなんていうか一般公募してないし、うん、すごいあれみたいですよ、あの狭き門っていうかエリート中のエリート。そうですね、この時代なかなかやめられないですね。やめられないですね。昔あの JRA の馬券のね、はい、窓口のおばちゃんというか、はいはい、いるじゃないですか、はい、あれが高級取り で、 あ、そうですか。今は知んないけど全盛期っていうかね、はい、やめない。これですか。これですよ。これです。まあ俗に穴場って言われますね。そうそう、はい、穴場のね、はい、窓口の、はい、まあ、だいたいおばちゃん、おばさんが多いんですけど、ベテランの。あれですね、あの、競馬、中央競馬会、JRA じゃないけど、うん、あの、柘植義治さんがその漫画作品で、うん、あの、かみさん、奥さんが、うん、その、競輪場かなんかで働いて、うん、穴場でいて、うん、あの、レースに行ってね、車検買いに行って、うん、で、そこで、あの、手と手を握るシーンかなんかありますよね、はいはい、なんかそういう、こう。だからいつ頃かなあれ、まあでも最近でも悪くないと思うんですけど、はい、特に昔はああいうこうマークシートじゃない時代っていうのは、うん、やっぱりこう ある種職人的な、なるほどなるほど、腕というか、うん、3、4、2枚となんとかかんとかとか、うん、そんなはい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 ってやって、はい、バーみたいな、はいはいはい、で本当にいい給料らしくて、はい、もうやめない。空きが一人、引退一人出たらもう大変だ。後目継ぐのはジャパニーズドリームを叶えたい人がいっぱいあのダルビッシュみたいにみんな超安定企業でダルビッシュとかね、そのいろんな やつがこう、そうそう、俺がとで聞いたんですよ、はい、でも確かに、でもさ確かに大変じゃないかと、うん、大変な仕事じゃないかと、うん、甘いと。大変なのは土日だけ。あれは平日もやってるわけですよ、月曜休みだけど、なんかまあパラ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 、うん、まあね、ずっと喋りながらできるしみたいな。まあね、たまに来たらまあやればいいんでね、はいはい、もうやめられないよみたいな、あ、うん、だからきっとあるんじゃないですか、今でもそういう、こう意外なとこに高収入仕事だからね。こう僕は冗談で友達と喋ってる時に言ったんですけど、うん、そういうなんか人がさ、あのうちではもうなんかさガウンとかでさ、うん、こうブランデー食いらしてんだけど、うん、あのじゃあ出かけるかって出勤の時にちょっとすっごい地味なジャンパーとかになったりさ、うん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 、なんか感じいると思うよ俺結構そうっすかね、うん、あのよくさ、あのバブルとかそういう前世の頃に、うん、あのタバコ屋のおばちゃんはすごい金持ちだっていう話がよくあったじゃない、うん、土地持ってたり、土地もそのビル持ってんの実はね、そうそうそうでもこうなんか ねよっしゃーいとか言ってみたいなね、うん、それはもうガウンかそうでしょう、やっぱりものすごいなんかあのなんかあのちょっと特に冬場なんかあの、うん、開けてガラガラって開けるとすっごい寒いので、あの ここが指先が出てる手袋みたいなのさ、はいはい、もうしてるみたいなおばあちゃんいるじゃん、おばあちゃんがね、うん、実はあのそのビルのオーナーで、うん、家帰るともうこれもんだっていうさそれは大いにあるね、そういう、うん、そういうのみたいなね、うん、こうなんか結構実はまあそういうカップルだと面白いですよね。ね、うん、面白いですよね。面白いですよ。こう地味な外で地味な感じで、いやなんとかやってますとか言って帰ったらもう全然もう違うっていうのが面白いですね。ね。なんかで見たけどなそれ。まあなんだったかな。例えば節税。ああ。なんかで、僕前にね、うん、カメラマンの人と話してた時に、はい、カメラマンの人ね、カメラマンね、こう写真集とか個展をね、うん、やる人みたいな、うん、作品をやる人、はい、作家さんですね、写真家さん、写真家、はい、
は儲からないんだと、うん、いう話を、うん、すごく力説していて、はい、そのいやだってすごいじゃないですかと自分作品をね、うん、こう世にね問うというかさ、まあ、古典とかさ、うん、すごい、ね、すごいなんかさ、うん、まあ、かっこいいじゃないですか、うん、みたいなさ、うん、ねいう話をしたら、いやそうじゃないんだ、カメラマンが一番儲かるのは、まあ大先生は別、うん、それは別、大先生は篠山紀信さんみたいな人は別だけど、うん、カメラマン儲かるのは写真集なんか出さないで、うんうん、とにかく いっぱい仕事する人はいはい、はい、が儲かると、はい、もうだからもう拙者なんかその食べ物の拙者いっぱいやるとか、うん、いうのがとにかく儲かると、うん、だからあの変下手にあの名前が出しちゃう、名前出しちゃうみたいなことになると、そうすると来なくなります、ね、またこの人とかになっちゃうし、うんうんうん、飽きられたり、飽きられたりもするし、うん、だからそのとにかく黙々といっぱい仕事する人が、あの会社買ったりしてるんだと。そうですよ、それはね本当そう、うん、僕も聞いたことある、はいはい、一軒目はそれでね、写真展っていうのはお金がかかるんですよ、うん、ああね、あれでっかく伸ばすのに、うんうんうん、まあ今はデジタルか分かんないけど、うん、何万円かかるわけですよ、はいはい、額縁もやっぱりいるでしょう、はい、額縁っていうかフレームが、うん、そういうのをやってもう何十、もうすぐ何十万の100万ぐらいすぐなっちゃうわけですよね、うんうん、で会場もまあ自分で借りようとしたら、うん、そして売れればいいですけど、はい、これ絵とは違って写真っていうのはなかなかこう、うん、まあね、売れないし、それなりの、あの広い家だったりしないとそんなでっかいものを買ったって、うん、っていうことなんで、売れるのはちっちゃか、ちっちゃいトイレにちょっと置くようなやつとか、うん、ポストカードだったりしてね、まあね、まあね、写真集っていうのは下手にね、あのあオリジナルプリントとかよくそういうのがあるじゃないですか、15万とかね、プレミアムプリントみたいな、うん、それあの部屋の日光がどのくらい差し込むかで、うん、色を飛んじゃったりするでしょ、反り返ってきたり ね、そういうのもね気になるしね、そうそうそう、保管も大変だしね、はい、やっぱなかなかそれは効きますね、そこ突き抜けて巨匠になれば、巨匠になればまた別なんですけどね、どうけどね、うん、僕の知り合いでも最近会わないけど、一切そういう派手な仕事はしないで、はい、っていうか人が苦手でね、はいはい、こうインタビューとかでこうちょっと会話しないと表情出せないと、はい、そういう仕事は本当なんかできないんだって、うん、だからいつもう本人の望みとは別に、うん、そうでしょうがないから物撮りとかやってるって腕上げちゃって、はははは、仏ならあいつだみたいになっちゃってさ、あ、だから自宅っていうのかな、事務所にこう会員スタジオみたいなの作ってずっといるとどんどこどんどこ来るわけですよ、品物がそれはすごいな、はい、通販のカタログ作りますとか、それを黙々とこう撮ってるわけですよ、うんうん、それでそのあまり忙しいから、うん、そんなお金も使うとか、あ、暇もないぐらいの、はい、徹夜徹夜でやってて、はい、これですっごい稼いでた人いましたね、どうしたかな、これですか、やっぱこれですね、これやっぱ僕とたまに会うと、はい、僕はまだ30ちょいぐらいの、だからいい時代の話ですけど、はい、そうすると、お、なんか食べに行こうよとか言って、うん、久しぶりに人と話すからとか言ってさ、全部ご馳走するから、はい、2,3 時間付き合ってくれよ、はい、連れてってくれて、はい、そういう人なんですよ、うん、だからずっとほら喋んないから、まあね、うん、寂しいんだって、まあね僕はね、編集者も来てくれないんだよ宅急便でそうっすか、そのまあでも大変ですね、でもその素なりのあるんだって、その開発した、うん、ああそうですよね、その撮り方、うん、みたいな、そう、あの拙者っていうか物撮りで、例えば食べ物写真の人はこうなんかちょっと霧吹きしたり油塗ったり、油塗ったりねいう、あと僕一回、山田五郎に聞いたの、山田五郎はあの、講談社の編集者、武田さんって人だったんですけど、あの宝石の写真、うん、難しそうだね、こうカットの全部が光ってるとかみたいなさ、もうすごいパラノイアックな世界らしいんですよ、そのライティングと、うんうんうん、このカッティングのこう全部がキャーッと来てる、うん、こう十字の光がこう来てるみたいな、はいはいはい、そういうのがすごい専門職なんですね、専門職なんです ね、その人が一番得意としたのは毛皮です、ピンクのコートとかあるじゃないの、キラキラ、なんていうの、はい、難しいんだって、まあまあね、うん、光
光、向こうからの光がふわーみたいな、こう難しいんだけど、はい、毛皮が得意で、へとちょっと高級通販みたいなやつ、まあ、毛皮もどきとかもあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのとかで第一人者、ね、へ付き合ってるうちにどんどんハゲていきましたね、その人。あ、そうですか、ね、どん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 ハゲて、はい、悩んでましたね、ハゲ、はい、まあ、人と合わないしね、合わないし、まあ、ストレスとかあるんでしょうね、すごい、やっぱり仕事相当適当な、もう多分引退してると思います、あの人は。堅実な人なんで、はい、とにかく働けるだけ働いて、そしてもう引退するよと、お金貯まって、うんうん、そういうふうに、じゃあどっかで悠々自適、田舎暮らしかなんかしてるらっしゃるかもしれませんね、かもしれないですね、そうなんですよ、だからあんまりこう目立つと消費されるってことですよね。まあそうですね、うん、そうですね、そうですよね、うん、僕はライターでもそういうとこあります、ね、ライター全くそうですね、ある時期、はい、僕ライターだからこうやってって、うん、まあちょっと本を書いたりとか、はい、なんか連載をしたりとかして、うん、調子が出てきたなと思う時期に、うん、調子が出てきたんだけどなんか金がないなっていう、うん、で、いやなんかこの、まあ、一つの雑誌に今までだったらこう特集をやってよって言われて、うん、5ページぐらいやってたのが、うんうん、急にコラムの2分の1ページとかになって、うん、そうですね、いや領土がね、俺としてはこっちにこだわってるわけじゃないんだけど、うん、って言うんだけど、もう声がかからなくなっていくみたいな時期があってですね、うん、あの時ほんと貧乏だったけどね、うん、僕が特に20代でまだそういう特集ページ無署名原稿のをいっぱい、まだその数をこなすができたような頃に、僕がねすごく覚えてるのは、小学館の五郎とか、ああいうこう男性誌というか、男性誌じゃないですか、ああいうので、うん、もうすでに割ともう大家になってた山際淳二さん、はいはいはい、スローカーブをもう一球、江夏の21球、はい、もうかなりもうちゃんと山際さんだって思うんだけど、うんうん、無署名で特集記事書いたんだよ、あの本当80年代後半に、本当もうスポーツノンフィクションの道を開いたような人じゃないですかそうですそうですそうです、うんね、なんですけど、うん、だってその後は NHK のなんだあれですよね、テレビとかもよく出て、そうそう、うん、サンデースポーツのキャスターかなんかになったりされてましたよね。だその微妙な端境のとこなんですけど、はい、名前は出た大ヒット作もある、うんね、が金がないんだよきっとだと、ね、本当そうなんだと思うんだよね。山際さんがやってらっしゃるっていう、それはなぜなんだっていうさ、分かんないよね。山際さんですらそうなのかって僕ライターやってって大丈夫だろうかって思ったり、思うよね、うん、そうだから多分、まあ、その後そういうこともなくなっていくんだと思うんですけど、はい、ちょっとあれけどやらせてくれるぐらいの感じだと思いますよ。ああ、はい、多分、はい、そこそこ気軽に頼める感じじゃなくなってきてると思うんで、現場はみんな若くなってるしね、山際さん、いやいや、俺はね、山際さんじゃなくて、Y でいいから、ちょっと今回の特集、いやいやいや、一丁紙、いや、山際さんにとても書いていただくよ、いやいやいや、俺も今さ、いろいろあってさ、いやこれが、いや、全然スポーツじゃありませんし、みたいなね、スポーツじゃなくてもさ、俺、意外と器用なとこあってさ、スポーツの仕事ばっかりで、ちょっと飽きちゃってんだよね、たまにはちょっとこうさ、他のこともやってみたいかなって思って、ね、若いやつに一定卒としてさ参加させてくれないかなって頼むよ、えのちゃんとか言ってみたいな感じでね。そうなんですよ。で、それはやっぱり僕らもそのキャリアをこう重ねるにしたがってとってもよくわかるじゃん。わかる。そういう感じって。わかるわかる、ね。必ず来るね。ね。うん。そうなんだ、だったんだなと思ってさ、そう山際さん、でも山際さん偉いなって、そのなんかそれでさ、なんかやっぱりこうなちょっとかっこ悪いなとか思ったりする、うんうん、しようと思えばできるわけなんだけど、うんうん、こだわらずにこだわらずにやってらっしゃった、うん、
あのだから僕らその当時で言うとだから大きな会議室とかなんかそういうの取って、うん、それでなんかその弁当取ってもらって原稿書くみたいな、うんうん、あの会社のねで小学館の会議室で原稿書くみたいな時代ですけど、はいはいはい、うん、そこに混じってねいるんだよ山際淳二がいるんだよすげえなってね、はい、みたいなことでしたよ本当にねまあそうだね、まあ、まあそこから何回転ももう世の中してますから、うん、まあ、出版社の事情だとか、うん、いろんなこともまあだいぶ変わってますけども、はいはいはい、でもまあね、ああいうそれは僕の思い出、うん、そうだね、はい、いいものを見たって、ね、いいものを見た、うんうん、でもそういう仕組みっていうかあるんだね、あるんだね、そこで次の世代にバトンタッチされていかなきゃ、ただそれはそれで確かにさ、うん、新陳代謝ないわけだからさ、うん、まああとね、その逆に言うと、うん、山際さんと弁当食いながら話できるわけじゃん、そうよ、そのライターの楽屋みたいな感じじゃん、すごい、皆さんあのいや僕あれ読んだんですけどいやあのあれはさすごいあれでした、こうでしたけど、うん、とかさ、うん、なんとかなんとかなんとかあれなんとか大会が今度あるんでそれ見に行くと面白いかもよとか、はいはいはい、マジですかみたいな感じですよね、はい、そういうことはね良かったですよ ね、そうね、ちょくちょくで口聞ける、あのペーペーのライターが直で口聞けるわけですから、うん、すごく良かったなと思いますね、はいはいはい、そうですね、あの端境期は本当にこう過ぎてしまうと独特な、あ、勝負どころだなとか思ったりして、はい、もうこういうことこういうことは頼まれないんだなってことが身にしみるので、うん、じゃあどうすればいいのかな、あとね、僕ね、僕の思い出をもう一つ聞いてください、はい、まだ月刊プレイボー集英社やってた時に、はい、集英社インターナショナルじゃなくて集英社がやってた時に、うんうん、僕の友達、うん、大学時代の友達が、うん、そこで嘱託社員っていうかこうなんか編集者編集でいたんですね、はいはい、でそいつが、うん、今度6ページの特集あるからやってくんないっていうのが、うん、すっごい久しぶりそんな話みたいな、うん、もう全然もう連載しか僕なくなってたんで、うんうんうん、なくなって特集ね、だいぶ経った時に特集無署名特集6ページみたいなやつね、うんうん、これ結構なるんですよお金は、うんうん、ね、うん、でなんかこうだしそうすごくよく気心知ってる人なんで、はいはい、やつなんで、うん、まあ、ちょっと久々にそういうのもやってみようかなって感じで、うん、あいいっすよって言って、うん、行ってやったわけだ、うんうん、できた、まあ、まあ頑張ってやったんですけど、まあ、だいぶ下手になってましたけど、そうなんだよ ね、だいぶ下手になってましたけど、うん、やったんですよ、うん、やったらなんかこうなんか昔の知り合いの編集の人とかもいてさ、うん、ちょっと古手の人、うん、うまいじゃないみたいな感じで冷やかされたりしていや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 みたいなさそれでしばらくしたら、うん、あのそのそいつ僕の大学の友達、うん、小屋野くんって言うんですけど、うん、小屋野と副編の人が僕の部屋その書いてる部屋に来て、うん、詫び始めて、いや、こんな仕事をえのきどさんに頼むのは失礼だったと思うっていう話になって、へえ、いやいやいやですよさっきの山際さんじゃないけどいや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 ですよ、はい、いやもう嫌だったら断ってますから、うん、まあ、全然いいんですよって、いやいやだからあのこの埋め合わせを考えているみたいな話で今度こういうの書いてくれみたいな、はいはいはい、今度こういうの書いてくれみたいな話になっちゃって、めんどくさくなっちゃったな俺っていうさ、あまあほろにだってよ大学時代から知ってるやつだから、小屋野君はなんかそういうつもりなんですよ、うん、友達にちょっと一緒にやろうよって、うん、そうそうそう、まあ、上の人は何やってんのお前みたいなことですよね、うん、まあ、ね多分ね、あの人はもうそういう人じゃないんだよぐらいのなんかあるんじゃないの、うん、まあみたいなことになっちゃって、うん、そのなんかなんかかえって悪いっていうかさ、そうですよね、ごめんなんつってんだよ小屋野が俺に、全然そんなこと思ってないと思うんですけど腹の中ではね、はい、でまあ上から謝っとけって言われてみたいなね、あれは困ったことになっちゃったなっていう感じでしたね、ああそういうのね、うん、俺あんまりもうそういうのなんか一回なんか特集の中の 2,3 ページ、うん、10ページぐらいの特集の中の 2,3 ページを、うん、裁判特集かなんかでちょっと頼まれたんですよ、うん、まあちょこっと名前はちっちゃくこう出るんですけど、うん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 、
あのまあ特集の中なんです、うん、その時に俺なんか張り切ったね。張り切るよね。張り切ったやるっつって、こういうの久々だみたいな感じですよね。そうなんかライター集まって打ち合わせとかしないのっつって、それはしないとか言われて、しようよっつって、はい、それがなか、まあ、なくちゃ面白くないじゃん、まあ、典型的な昔取った切れ塚なわけですけどそういうね、そうですね、そうなんですよね、はい、それはそうですね。僕やったのは R25 ってあるじゃないですか、はいはいはい、フリーペーパー、はいはい、あれを立ち上げるときに、うん、元担当者がまあ編集長になったんですよ、うんうん、それで最初ちょっとやり方とか困ってるんでちょっと手伝ってって言われて、うん、それはぜひ一兵卒として手伝いたいと、はい、いうことで、いやそれはなんか悪い気がするけどまあ困ってるし、はい、じゃあ分かりました特別扱いしませんっていうことで、うんうん、本当にされなかったんですけど、はい、それは面白かったですよ、うん、ライターはね、あ10人ぐらい集まるわけです、うんうんうん、でそれぞれネタを、うん、でA to Z かな、分からない26かな、うん、なんかコラムみたいのを分取り合戦をするわけですけど、うん、それを例えばこう山田うどんとか僕がね企画を考えるんです、それをこう匿名で出すわけです、うん、全員匿名出してその場でこう見て、誰かが山田を知らねえなパーンなんてこうやってるわけですよ、知らねえなと、うんうん、こっちもやるんですけどね、うん、絶対面白くないなと思ってやってこうガチャガチャやるっていう、あれはすごい面白かった、あ最初ね、うん、だんだんこうなんか大体分かるようになってくるんですよ傾向があるから、はいはいはい、これ多分あの人だな、うんうん、さっきのもあの人だな、うん、度続けてひどいことは言えないなとかなってくる、うん、来てもうやめたんですけど、うん、ちょっと区会にも似てますねその空気ね、そう、なるほど、手ぶらで帰ってきたりするんですよ、うん、全然一本も通んなくて、うんうん、だけど面白かったな、うんうん、まあね、ほらそういうなかなかこうはならない、こうはならないですね、全くならないですね、うん、あとなんかできもうこれ録画ですけど、まあ、1時間超えたところで一つちょっともうこのままで、はい、重大発表があるんですよ、皆さんちょっと聞いてください皆さん私たち2人から重大な発表があります、はい、というかまあ北尾トロ編集長からはい、じゃあ私の方から、はい、発表させていただきます。このレポ TV 始まって以来約1年半長らくお世話になりました、お世話になっております。まあ開始当初から、はい、火曜日午後10時、はいよりのオンエアということで、そうですね、やってまいりました、はい、この度ですね、この度、なぜ火曜10時なんだってことを1年半考えたことがなかったなかったの、この間ペロッと話したんですよね、先週、そう先週の放送でももうやってる間に平勝がもう帰っていくとか、まあ、最近多いんですけど多いですね、はい、そういう考えてみて、なぜ10時からなんだろうって考えたら、うん、まあ、番組開始当初榎本さんがラジオの番組をレギュラーでやっていたために、そう 耳学の収録があったんだよ、そうです、はい、そこから駆けつけても、まあ、安全なところで言うと10時開始だなっていうことで始まったんですけど、はい、その収録が終わっても、まあ、そのままずっと10時で来てたわけですよね、はい、だからこの際ちょっと早めて、まあ、9時9時に開始します。1時間ちょっと早くして9時です。9時でも誰にも支障がなかったことが判明したんです、そうです、10時だともうそうやって僕らも本当終電ギリギリ、僕いつももう国分寺から終電です、もうだって最後本当みんな終電、そう終電近いやつで帰ってましたよ、ずっと帰ってました、このあとなんかしばらく前はなんか事故だかなんだかでもう全然電車来なくて来なくてねえ、まあ、そういうこともあったんですけど、よくよく考えたら必然性がゼロだったんですよ重大なことに気がついちゃったんですね、僕たち。なので、まあ、次週からですかね。もしかすると皆さんね、はい、10時の方が会社から帰ったりね、うん、ちょっと9時だと早いなっていう方がいらっしゃると思うんですよ。ですけどね。そういう人はアーカイブを見てください。そうそうそう。アーカイブがあるんだもん。そうなんです。その日のうちにもうすぐ見れたりしますから。見れたりしますね。別にだから生にこだわってる人ってまあね、はい、カットしたり、それも何万人もいるわけじゃないです、ええ、で何十人とか、何十人とか、そういう小さなライブハウスぐらいですなので
ハグハウスでも、あのスカスカです。そうですよね、はい。なのでこの際、はい、9時からと。9時からとさせていただきます。つまり来週の放送から、9時。やっぱり9時開始。9時から10時。一応9時、10時ということで。まあ10時ちょっとこぼれるか、こぼれるぐらいな感じ、ですね。これは画期的なことですね。まあサマータイムっていうかね。いやいや違う。そうです、違いますね。違います。変更です。どんな変化が想像できますか、北尾徹さんは。まあ一つは、はい、開始が早くなるけど電車の終わりは一緒ですからね。うん、一つはこう乗りに乗った時にすごい長時間番組やるのか結局長く。いやいや、それはまたね、迷惑でしょう、あんまり長くやられても、まあまあでも可能にはなるわけです。まあ可能にはなりますね。これまで、はい、突然終わったりしたじゃないですか。あ、もうこんな時間でやめようぜって。そうですね。まああれもあれでちょっと味がありましたけど、捨てがたい味がありましたけどね。まあそれがちょっと減る、うん、あとは僕はね、火曜日ね、はい、だいたい今日はないんですけど、はい、ナイターが組まれてるんですよね。そうちで夕方から、うん、しばらくなんかCS 放送のね中継見たりする。まあ場合によっては、うん、神宮や東京ドームで試合見てて、うん、あもう時間だ、西荻行かなくちゃって言ってピューッと来るっていうことをしてたんですけど、これがちょっと早まりますよね。そうですね、はい、終盤まで見られないですね。もう終盤もうどころか、まあ、8時ぐらいに出てこなきゃいけないから。まあまあそうですね、8時前ですね、うん、ちょっと球場に行きにくくなりますね、はい、まあそんな程度です。そう、録画すればいいだけで、僕は何一つ困りません。助かったなぐらいの感じで。、うん、まあ10時だとね、本当に大概のことが終わってその後時間潰ししまってますからね。僕だからよく一回帰って、はいはい、そして車で出直してきたりとかしてますよね。もう帰りがほらこう下手すると下手する。6時ぐらいにしますか。早いな。6時ぐらいに誰も見ないです。見てないけどって全員アーカイブになっちゃってる。まあね、まあ9時、9時開始、これは一番助かるのは平勝さんじゃないかなと。そうですね、そうですね。一応さ、うん、やっぱ最後までいい、せっかくね、うん、で一人で駅まで小走りで行く。小走りで、いつもだから一緒に帰ったことないわけですよ、ほとんど。平勝さんと。そうなんだよね、皆さん。まあいつもいないんですよ、ちょっと早めに出ないとダメだから。そうそうそう、まあそれがなくなる、うん、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないですかね。またご案内もしますけども、はい、まあ、気づか今日見てない人はね、気づかないからあれ、はい、っていう人もいるかもしれませんけど、はい、アーカイブを見た時に謎が解けるわけですね、はい、そうすると火曜ですから、はい、ガイアの夜明けを見れるかもしれませんね、みんな10時から。あるいはムーンカーンとかね。ああそういうことですか、テレビで。テレビで、テレビでね。そんなのまあ大体こぼれてるので、ガイアの夜明けと僕たちはじゃあ戦ってたわけだ、これまで。まあそれだけじゃないんですけど。まああまり戦ってません。はい、まあそんなね、はい、37歳で医者になった僕も見れるかもしれませんね。その代わりリーガルハイは見れなくなります。あー、はい、リーガルハイが見れなくなる、はい、なるほど。リーガルハイっていうのが面白いの、見てないですけど、ちょっと見て、僕はあまり、ああそうなんですか。弁護士の話なんですか。ですよね。まあそうですね。うん、あ、はあ、ロンドンハーツとかあるんだな。ロンドンハーツ強敵だね。ロンドンハーツ面白いからね、はい、まあまあ、まあ、アーカイブを見ていただければそれで、まあ、かロンドンハーツを録画していただくと。なるほど ね、はい、ね、まあテレビだけじゃないんですけど、まあ、そんな感じですかね、はいはい、こうあれですね、下手すると十字開始だと芝居見た後ギリギリ間に合うみたいなことは前はあったじゃないですか。あとまあそれこそ泣いた最後まで見て、最後までは無理なんだよ。いやいや、やっぱり移動の時間も、いやいや、じゃあ見てる人、見てる人、あ皆さんね、うん、皆さんはね、そうですね、勝敗確定してからとか、はい、あとまあ風呂に入ってからこういう感じで見てる人もいる。あこういう感じでね。まあまあ9時からになります。9時からになりますので、はい、
お忘れなきようお願いいたします。はい、まあ、いろいろとね、そうやってあの便利にしていきましょう。そうですね、そうですよ。なかなか僕たち気がつくの遅いんですけど。遅かったね。そう言われてみればと思って、はい、うん、馴染んでたんですよね。まあね、うん、楽事でうまくいくかどうかやってみないと分かんないですよね。はい、まあ、結局終電ぐらいで帰ったりしてるとね、あの、まあ、つまりそんなに長い番組にするんじゃなくても、はい、終わった後ついあのなんか話し込んだりして、ね、話し込んだりして、いやだけどそれもできなかったんだもん。もう片付けて、そうだよね、吉岡ももう一生懸命片付けて、うん、そうですね、それで飛び出していくっていう感じですから、うん、はい、まあ、自分たちのために早めます、うん、あと人が来やすくなるね。あの伊藤聖子来てもらった時ももうあれじゃない俺帰り車でもうだって俺車で来て伊藤もう最初からもうね伊藤君終電近くで走ってもらったりするのもなんだろうみたいなことであれでしたけど、うん、9時ならだいぶ来やすいでしょうです ね女性とか ね、そういうね、ゲストを呼ぶ時も、はい、というか誘いやすいよね。誘いやすい、まずね、来てくれって言いやすい、はいはい、まあ、そんなことで、うん、来週の放送から、はい、9時開始とさせて、まあ、はい、あの曜日は放送じゃないんだけどよく考えると、ね、配信からそうなります、はい、そうですね、火曜9時ということで覚えておいてください。はい、はい、じゃあレポ TV 入れますか土曜日。ああそうですね、最後ね、いよいよ今週末土曜日日曜日、先週も言いましたけど栃木市映画祭、蔵の映画祭、蔵の街角映画祭だ、栃木蔵の街角映画祭があります。栃木であります。で僕は19日に行って、裁判長ここは懲役4年でどうすかが栃木高校かなで上映があるので、その、だから午後3時ぐらいだと思うんですけど、豊島圭介監督と僕とでちょっと喋ることになりました。30分ぐらいのもんだと思いますけども、よかったら足を運んでみてください。古本市もあるそうですなとこですかね。はい、では、おやすみなさい。皆さんおやすみなさい。